皆様こんにちは。今回は Android でいつでも OK Google を使えるようにする方法をご紹介させていただきます。 OK Google とは Android 4.4 以降で実装された Google の音声検索・音声操作機能のことで、これを有効にしておくと OK Google を合図に音声検索・音声操作機能を便利に使うことができるようになります。設定方法は、まず Google アプリを開き、左上のメニューアイコンをタッチしてメニューを開いてください。表示されたメニューから設定をタッチし、さらに表示された設定項目から音声をタッチしてください。音声の設定項目で表示される OK Google の検出をタッチしてください。OK Google は画面がオンの時に発して音声検索・音声操作機能を使えるようにする方法と、画面がオフの時でも OK Google を認識して音声検索・音声操作機能が使えるようになる方法の2つがあります。いつでも OK Google を使えるようにする場合は、常にオンを有効にし、 Android に持ち主の声を覚えさせる必要があります。常にオンでは、Android で素早く音声検索・音声操作機能を利用できるようになるので、さらに便利に Android を利用できるほか、スマートロックの画面ロック解除機能の一つ、信頼できる音声として登録することもできます。Android に持ち主の声を覚えさせるには、画面の指示に従って OK Google を3回聞かせるだけです。これで常にオンが有効になり、画面がオフの時でも OK Google が使えるようになりました。スマートロックの信頼できる音声として設定する場合は、信頼できる音声をタッチして画面ロック解除入力を行い、有効にしてください。早速画面オフの状態から OK Google と言って、そのまま何かを指示してみましょう。以上、Android でいつでも OK Google を使えるようにする方法のご紹介でした。